2013年1月ドラマ日曜日夜9時 TBS 系列日曜劇場トンビ、はい、どうしようもなく不器用な父がただ一つ僕を精一杯愛してくれた30年の物語、はい、原作は直木賞作家重松清が2008年に刊行したベストセラートンビで、妻を失った父親が男で一つで息子を育てる親子の絆を描いた物語、みんなが選んだ角川文庫感動する第一位にも選ばれた作品で、主人公は通称安子と市川康夫、はい、酒と博打が大好きなトラック運転手、ガキ大将気質で天下無敵のバカな男、学歴がないのはもちろんのこと不器用でカットすればすぐ手が出るという絵に描いたようなバカ、けれど彼は普通のバカとは一線を画していた。それはものすごく親バカでもあるということだった。両親のいない中で育った安は、親というものを知らないなりにも妻の美佐子と共に愛情を持って息子明の成長を見守り幸せな日々を過ごしていた。演じるのは内野正明、はい、2011年4月クールの人完結編以来の連ドラ出演で、はい、あの時坂本龍馬でしたね、うん、意外にも TBS 連ドラではこれが初主演で、内野正明曰く、昭和に生きた父親像が平成の時代にどれだけ力強く何かを投げられるかが勝負だと思っています。今の時代の雰囲気にすり寄らず徹底的に本気度丸出しで演じていこうと思っております。でそれから、うん、バカであることって一体何だろうと自分の中のバカさ加減も含めてそれを評価してやろうと思いつつ日々現場で生きています。バカであることって実はとても人間的でなんて魅力的なことなんだろうって皆さんに思っていただけるような存在になるよう頑張ってます、うん、頑張ってほしいですね、うん、僕らみたいな学歴のないものの見本としてね、うんうんうん、このドラマがなっていただけたらありがたいですね、うんうん、でまあね、描かれるのは昭和の時代っていう部分もあるんで、はい、まあおじさんたちには懐かしいっていう感じも、うん、でもねちょっとそれが寂しいんですよね、うん、なんかもうその昭和の時代ってもう大昔みたいなイメージになるじゃないですかなんか僕ら昔年寄り見てね、あの人大正生まれやでとかって言うてた感覚になってきてんのかなっていうのがね、うんうん、寂しいなと思いますけどね、うんうん、で物語の方は現代に生きる安の息子、出版社勤務の市川明が父親を回想する形で死んだということで、16歳から30歳までの明を演じるのは昨年2012年主演映画流浪に剣心が大ヒットした佐藤健、はい、2011年1月クール日曜劇場冬の桜以来2年ぶりの連ドラ出演、うん、で佐藤健曰く、はい、トンビは登場人物全員一人も悪い人は出てきません。全員がそれぞれ形の違う大きな愛を持っていて、台本を読み終えた時自分までもがその溢れる愛に包まれたような気持ちになり涙が止まりませんでした。究極の家族の物語です。皆さんにもこの感動を伝えられるよう全力で演じられればと思っています、はい、さらに安に口説き落とされ結婚、自分も両親を幼い頃に亡くしているため明を自分なりのやり方で育てていく妻市川美佐子には時は高子、おー久しぶりですね、うん、なんと民放連ドラへの参加は2002年フジテレビロングラブレター漂流教室以来11年ぶりで、はい、TBS の連ドラということでいくと、うん、あのビューティフルライフ以来13年ぶりで、時は高子曰く、うん、今の時代にあまりない温かさというか昭和の光り輝いた時代のエネルギーに満ち溢れているドラマだなとすごく感じました、うん、私が演じた美佐子がいる市川家もあまり物はたくさんないし今とかも小さいけれど本当の意味での豊かな生活だったんだなと演じていて感じました。見ていただく方にもそんな温かさが伝わってきっと元気になれるドラマなのではと思います、うん、でそんな時は高子扮する美佐子、はい、1972年昭和47年に明を出産、しかし明が3歳になった頃不慮の事故で命を落としてしまう、うん、まあ妻を亡くしてから男で一つでの子育て、ここにスポットが当たるわけなんで、はい、まあ時は高子の出番っていうのが最初の方だけっていうのが分かってしまってるのが残念というか、そうですね、久しぶりですからね、うん、ちなみに安や明を取り巻く主要な登場人物、うん、まず安たちの家の近くにある寺薬師院の住職海運に江本明、優しく厳しく安たちを見守る、うん、続いて安の幼馴染の住職松雲に野村博信、薬師院の跡取り息子安と共に悪さをして海運に怒られていた、うん、そして松雲の妻幸恵には加藤貴子、うん、美佐子とは近所の主婦同士で仲がいい、さらに安行きつけの居酒屋の女将妙子に麻生由美、
安が唯一弱みを見せる人物、うん、一方現代の明が勤める小学生の学習雑誌やファッション誌などを発行している総合出版社徳田書店の編集者坂本由美に吹石和恵、有能なデスク、3歳の息子を持つシングルマザー、はい、まあ、このドラマもね、うん、人ばっかりが出てくるってことで、うん、まあ、日曜日のこの時間、まあ、TBS と富士と両方やってるんですけども、はあはあはあ、芦田愛菜ちゃんの出てたね、うん、ビューティフルレイン、あれもええ人ばっかりやったじゃないですか、はあはあはあ、でまあまあそこそこあれも泣けたしね、うん、それに対抗するようにね、うん、ええ人ばっかりかなと思ったりするんですけど、はあはあはあ、ただその日曜日のこの時間でね、うん、トンビっていう台と ね、うん、ねちょっと出てはるメンバーが今の若い子に受け入れられるかっていうのを考えるとね、うん、まあ日曜劇場の方の狙いはね、それこそジンを楽しめるような世代、はい、うまくいけばぴったりハマる、うん、でなければ完全に外す、うん、ということで、とにもかくにもトンビ楽しみにしたいと思いますね。はい、